ました。思いつきました。エリート来ました。新しい衣装のデザインを思いついたのです。でもキュートでフレッシュな衣装になること間違いなしですよ。クックンは早く着たくてたまりません。そのためにはまず作らないとですよね。というわけで早速イメージを膨らませるために街の手芸品屋さんへ行くことにします。大まかなデザインのイメージは頭の中にあるのですが、お店で実際に布などの素材を見るとさらにイメージが膨らむのです。最初はうまく作れなかったのですが、本で調べたり試行錯誤を繰り返して作れるようになりました。ここまで頑張れるのも好きこそものの上手なれです。それにステージ衣装はスクールアイドルにとって大事な要素の一つですから、作る楽しみも大きいのですよ。クックンはリエラをスクールアイドルとして成功させたいのです。そのためにも衣装を全力で作ります。では素晴らしい衣装を作るために